どうもです。つくもやよ。1月28日、今日は大土と三輪もついとるな。どっちも土木建築には向かへ行けや。特養は仏滅。新しく始めるんは今日、奇境なしの法事なんかは吉とも言われてる。次回は願望へ。鋼鉄を示すような金。花が開いて実を結ぶ状態を示してる。十二支は馬、ような日。成長が止まり、実をつけ始める状態を示してる。ほんで、この十巻と十二支から音読五行を読むと、馬国言、火は金属を溶かす、いうことで、造国。物事が順調にいかへん、いうふうよ。仏滅で造国やからな、おとなし中、なんか物を始めるよりも終わらせる、いう感じにしといた方が良さそうな感じやけど、これらを踏まえてどう過ごすかは、あんたさん次第よ。ゆるゆると、ええ日になると、ええ。ほな、またねー。